歯茎フルエえ音とは、死因の種類の一つ。下端を死刑付近で震わせた音。国際音声記号では、R と記述される。いわゆる巻舌の音。日本語では稀に、謎の音で用いられる。江戸国調や浜言葉、見学調などで使われてきたため、聞き手によっては下品で汚い言葉遣いと受け止められる場合がある。巻舌自体は、発音方法の一つとして、 世界の各言語で用いられており、スペイン語やイタリア語などでは、巻き舌のウムで、綴りや意味が変わる言葉もある。また、管楽器を吹きながら発音すると、フラターツンゲと呼ばれる双方ができる。この音は多くの言語で使用されている。一般的に R の発音といえばこの音であり、英語やフランス語のような音を用いるのは稀である。ヨーロッパの言語における、 R 音の原型とされていて、現代の英語やフランス語の R 音はこの音から変化したものだと考えられる。有性高外水摩擦音と並び、現代の日本人がうまく発音するのが難しいとされる発音の一つ。英語においても歌を歌うときこの音を用いることもある。特にオペラや歌曲などのクラシック音楽において、ラテン語、ドイツ語、フランス語の歌詞の R の死音の歌唱には一般的にこの音が用いられる。ありがとうございます。